2015年9月28日、韓国聯合ニュースによると、国連総会に出席するため、米ニューヨークを訪問中の安倍晋三首相と韓国のパク・クンヘ大統領が、現地で数分間の立ち話をした。安倍首相とパク大統領は、現地時間27日、国連本部で開かれた気候変動問題に関する首脳級の昼食会に出席する際の控え室で、10月末か11月初めにソウルで開催される予定の日中韓首脳会談について数分間の立ち話をした。日中韓首脳会談を楽しみにしていると述べた安倍首相に対し、パク大統領はソウルで会えることを楽しみにしていると答えたという。これについて韓国のネットユーザーは様々なコメントを寄せている。自分の立場を押し通して洗脳しようとするだろう。嘘を重ねて真実を隠そうとするだろう。首脳会談を開催したら日本の主張を受け入れることになる。安倍首相の前では何も言えずに固まってしまうのが嫌。日本の首相と話をするパク大統領を見て気に入らないという人の考えが理解できない。日本なしには生きていけないのだろうか。公の場では礼儀を守らないと。一国の大統領として嫌そうな表情をしてはいけないが、